ビの印象操作に対する苦言。いちいちうるさいなテレビ、がネットで話題。内容はこちら。テレビの印象操作に対する苦言が話題のようです。では、エットネさんのツイートより内容を見てみましょう。エットネ、いちいちうるさいなテレビ。テレビは日本の風習を壊したいのでしょうか。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。社会に合わないのがテレビ。こういった番組ばかりやるテレビ自体が現代社会に合わない。現代社会に合わない、自己紹介か。豆まきよりもテレビが時代に合ってなくて草。テレビが一番無駄なんだが。そうですね、テレビこそ現代社会にそぐわない存在です。次はこちら。うるせえうるせえうるせえ。何でもかんでも SDGs、 国連の持続可能な開発目標ポリコレに絡めるのやめてほしい。うざすぎる。マジうるさいです。スタッフに日本人いないのかね。嬉しそうだな、モーリー、怒り。確かにモーリー氏は楽しそうですね。やはり日本下げ報道だから楽しいのでしょうか。次はこちら。コンプラがって言っていたら自主規制で番組がつまらなくなって没落していくという話ですね。わかります。食品ロスとか言うほどかよ。恵方巻きの方がよっぽどだろ。こんなんばっかだから地上波見ないのよ。テレビの使命はすでに終了しましたね。ポリコレ気持ち悪い。マスゴミを潰さねば。まさしく自滅ですね。最後はこちら。鬼と豆まきとはこういうものだと教え伝えないでどうする。そうやって古いからというだけで捨ててしまい、伝統や文化を滅ぼしていくのです。日本の伝統的行事はこのように駆逐されていく。豆まきも除夜の鐘も野暮と野蛮がこの国を席巻する。どこの国の入れ知恵だよ。日本の文化ぶっ壊そうってか。この手の日本文化を潰していこうとするマスコミの扇動が気持ち悪い。テレビの魂胆が見え見えですよ。結論。一年に一度の日本の大切な風習である豆まきに、いちいち無理筋な難癖をつけて日本下げを行い、現代社会に合わないという印象操作を行うことで、日本の文化を壊そうとするメディア。あまりにも悪質ですよ。現代社会に合わないのは、どう考えても豆まきではなくテレビですよ。テレビ関係者は自分たちの胸に手を当て考えてください。テレビこそ現代社会に合わない存在だと気づくはずですから。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。